サラカク。皆さんこんにちは、サラッと格闘技雑談です。先日の3月12日に行われた K1 は、ノイリ選手衝撃の KO やライズとのハイレベルな対抗戦など素晴らしい試合が多くあり、非常に面白い興行でしたね。ただその中で K1 の問題点がいくつか露呈する場面がありまして、本日はそれについて話していきます。まず今回の興行で物議を醸した忖度ありのレフェリング、ジャッジですね。一番問題となったのは菅原美優選手とパヤーフォン選手の試合ですね。この試合は王者パヤーフォンに菅原選手が挑戦するという構図の試合だったんですが、お互いが前に出ていって、お互いが前に出ていってて、クリンチでの膠着状態の多い試合内容でしたね。その中でなぜかパヤーフォンにだけ再三警告が与えられて、3ラウンド目にはついにイエローカードが出て減点になってしまいましたね。そして結果は2対0、ジャッジ2名が30対28で菅原選手に旗を上げて、菅原選手が勝利しました。試合内容を見ると、菅原選手の方から脇を刺して明確に組みついているシーンもかなりありましたが、そこは注意はなく、とにかくパヤーフォンにだけ注意を与えていましたね。警告が入るたびにパヤーフォンの表情が苦笑いになっていたのが、このレフェリングの異常さを物語っていますね。この試合は完全にレフェリーのさじ加減で壊された試合でしたね。ちょっと今回この試合のレフェリングをした岡田レフェリーはお粗末な仕事をしたなって思いました。 K1 に限らず他のキック団体とかでもこうした一方に偏ったレフェリングやジャッジっていうのはたびたびあるんですけれども、これで観客が湧いた試しはないですよね。ただただ盛り下がるだけですよ。もう戦後のプロレスで力道山が海外レスラーをバッタバッタ倒して国民が盛り上がるみたいな時代でもないですしね。この問題は K1 に限らずですけれど、自分の団体に審判団があるという状況が良くないですよね。やっぱり運営が露骨に一方の選手を贔屓しろといった指示はさすがにこの令和の世の中ではやっていないと思うんですよ。ちょっとそれを露骨にやるのは考えにくいかなと。まあこれは私のあくまで想像ですけど、こういうのはジャッジ、レフェリー陣が自分の団体の選手ってことでバイアスがかかってしまうことで起こってしまうんじゃないかなって思ってます。それが今回のパヤーフォンに対する一方的な警告のような事態につながってしまうのかなーって、そういう風に考えてます。私自身も普段試合を見るときはどっちが勝ってもいいですよっていうフラットな状態で見るように心がけていて、日頃を観戦しているんですけど、それでもやっぱり心の底で応援している選手の試合ではどうしても応援している側の動きに注目してしまって、偏って見てしまって、その時には勝ってるだろうって思っちゃうことがあるんですよ。最近で言うと年末のライジンのサトシ選手と AJ マッキーの試合とかですかね。ただ後から冷静に見返すと、ああ負けてるなーって感じになるんですよ、そういう試合って大体。なんでね、身内を裁く状況で常に公平っていうのはね、かなり難しいと思うんですよ。たとえプロのジャッジであっても。あとは今回の K1 の試合で言うと、トーマ選手とライズの安本選手の試合でも、途中で安本選手の攻撃がタイミングよく入って、トーマ選手がスリップだかダウンだか微妙な状態になった時があったじゃないですか。あれがもし立場が逆だった時は、果たして同じようなジャッジになったのかなーって考えてしまいます。トーマはそんなわけなんで、だからこそキック界もライジンみたいにジャッジ陣営の完全な外部委託、これを業界として進めるべきなんですよね。で、ここで一つ注意してほしいのが、この件で菅原選手に卑怯だのなんだのって誹謗中傷するのは大変な筋違いで、こういうクレームは運営の方にするべきだということですね。選手は体張って命かけて試合してるわけなんで。ということでレフェリングに関しての話はここまでで。で、二つ目の問題点は、K1 独自のルールのキャッチ、組み付きの禁止ですね。新生 K1 はキャッチと首相撲、クリンチを禁止して、とにかく前に出て攻防し続ける設計にすることで、アグレッシブな試合が増えてライト層でも楽しめる作りにしていますね。確かにこのルールはアグレッシブな打撃の攻防を誘発する考えられた設計だと思うんですよ。ただこのルールにも問題あって、お互いが前に出続けると距離が詰まって攻防ができなくなるので、お互いが胸をくっつけたような変な状態でのブレイクが多くなります。組がありならそこで首相撲の攻防で組んで膝を入れてとか、そういう風な形でね、流れをまだまだ作ることができるんですけど、この K1 ルールだと審判のブレイクを待つしかないんですよね。あと K1 グループの興行で何回かに1回問題になるのが、あの蹴り足をキャッチしてからの攻撃ですね。先日の興行だと石井一世選手がヨーシラーのパンチでダウンしていましたが、
その攻撃が蹴り足をキャッチしてからの反則攻撃なんじゃないかって言われてますね。私もあれに関してはワンキャッチじゃないかと思うんですけど、ワンキャッチがあったなら、本来ならレフェリーがそこで試合を止めてダウンはなし、そして倒された選手には休憩時間を与えて、キャッチした側の選手には警告といったような流れで対応しなければいけないはずなんですよ。そこを後からキャッチしてからの攻撃だったからとかでノーコンテストにしたりしてると競技として成り立たなくなるんですよ。確かに瞬間的にキャッチしたかしてないかを瞬時に見分けるのは難しいことですよ。ただそれが難しくてレフェリーが対応できないなら、もうキャッチなしは現実的に難しくてワンキャッチありに戻すべきなんですよ。まあ、そもそも蹴り足のキャッチを反則にしているのは世界的に見ても K1 だけですしね。もともと石井館長の体制だった頃は首相撲も無制限で、そこからブアカオやシュルトが出てきて、だんだんルール制限を設けていって、タイ人とか組の強い大きい選手を封じるっていう、そういう歴史があったわけなんで、そこはもう原点に立ち返って世界標準のキャッチありに戻してもいいように思うんですけどね。そんなルールの中でさらにアウトボクシングを評価しないでパンチの評価に偏った判定基準になっているんで、最近だとお互い頭を近づけてボクシングのような距離で殴り合いながらローを蹴る戦いが最適解になりつつあるようにも思えるんですよ。スタイルが確立化してきて K1 のフル根化が始まってきそうだななんて思ったりしてるんですよね。もちろんまだまだそこまで顕著に出てきているわけではないですけど、そういう傾向を感じました。とここまで K1 に感じた問題点を挙げてきましたが、もちろんライズやシュートボクシングなんかの他の団体なんかでも同じようなレフェリングの問題あります。なんなら海外の方がアウェーの洗礼は顕著ですし、日本は公平にやってる方だとは思うんですけどね。あと技術はそのルールの中で最適化されて発達していくものなんで、突然のルール変更は現場にとって多くの混乱を生じさせると思いますし、もちろん簡単にルールの変更はできないことは重々理解しています。ただだからといって今のままの状態で見ている人たちがちゃんと納得する興行になるのかなといったらそれは違うと思いますし、こうした問題が徐々に改善されていけばいいなっていうのが私個人の思い意見でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録いただけると大変嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。